がとうございます。今日初めてご覧くださる方いらっしゃいますか？そうですか、ありがとうございます。初めてご覧くださる方もいらっしゃいますので、まずは自己紹介をさせていただきます。鳥取県米子市出身、演歌と大衆演劇を見るのが大好きな24歳浅香美穂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様大変でしたね、昨日台風。大丈夫？すごかった？そうですよね。皆さんお住まいの地域は大丈夫でしたか？ね、昨日東京の方も昨日ですね、昨日もちょっと台風の中キャンペーンさせていただいたんですけれども、練馬の方は全然あれっていう感じで、だから同じ東京でも多分場所によって全然違ったと思うんですけれども、でも今日もちょっと雨が降ってるのでやっぱり台風の影響かなと思うんですけれども、でも各地で、いろいろなちょっとね被害が、お写真撮っていただいてありがとうございます。お写真を撮っていただくのは全然いいんですけれども、条件がございまして、なるべく可愛く細く撮っていただけたら、嬉しいなと思います。なんか記者会見みたいで、皆さんたくさん撮っていただいてありがとうございます。今日は改めて、このアーサ恋歌、9月6日に発売したばかりなんですけれども、つい、先日も、鈴木楽器本店様でご予約の、キャンペーンをさせていただきました。また発売記念キャンペーンということで、お客様には、お足元の悪い中お越しいただきまして心から御礼申し上げます。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。このアンサ恋歌という歌は、前作の尺投げ峠も、遊女が主人公でした。このアンサ恋歌も遊女が主人公となっております。この主人公の遊女がお客さんとして出会った下級船員さん、一番の歌詞に水に夫と書いて過去という歌詞があるんですけれども、下級の船乗り船員さんのことみたいで、そのお客さんとして出会ったその船乗りさんに恋をする、そんな切ない、女性の純愛が描かれた一曲となっております。前作尺投げ峠、この、作詞をしてくださいました百舌翔平先生、そして作曲はもちろん師匠宮下賢治先生に、書いていただきました。ということでですね、前作の尺投げ峠も本当にたくさんの皆様に応援をしていただきました。それでは早速尺投げ峠を聴いていただきたいと思いますけれども、この尺投げ峠は私と同年代の男女が命がけで恋の成就のためにこう道行きをするという、この尺投げ峠も純愛が描かれております。聴いてください。尺投げ峠です。前作尺投げ峠お聴きいただきました。ありがとうございます。内輪とペンライト、ありがとうございます。中にはポケットの中にペンライト入れていただきました。新しいスタイルでありがとうございます。ありがとうございます。皆様もしこの中、この本日お越しくださったお客様の中に、先日この新曲の発売日9月の6日に浅草公会堂で開催させていただきました歌芝居コンサート、ご覧くださったお客様いらっしゃいますか？ありがとうございます。実はですね、その歌芝居コンサートというコンサート、今度、次が来週、すごいピンポンピンポンって言ってる、ピンポンピンポンって来週が、北海道で3日間ツアーがございます。ありがとうございます。1名の方拍手していただきそして9月の20日が埼玉県は大宮ソニックシティのショーホールで開催いたしま
まして、10月の2日が横浜の館内ホールで、そうですか、ありがとうございます。あ、チラシもご用意いただきましてありがとうございます。あ、持ってありがとうございます。この即売鈴木楽器さんにお世話になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、このお出し売コンサート、ぜひぜひぜひお会いに来ていただけたら嬉しいです。このお出し売コンサートというのは、あ、もちろん歌は歌います。で、この歌芝居の芝居というのは、あの、全部の曲ではないんですけど、ある一曲の曲に対して、その曲にまつわるお芝居が、歌の前にこう2分から3分のお芝居が、あるんですけれども、今回は、名古屋の愛知県の方で活動されております劇団の、役者さんが3名、来てくださっておりまして、その役者さんと私もこうお芝居をさせていただくんですけれども、この歌を歌う楽曲がですね、セリフ入りの楽曲がたくさんたくさんございます。あんな歌、こんな歌、あんな歌まで歌わせていただきます。まあ、ね、楽曲名言いますと、ね、ネタバレになってしまいますので、まあ、その歌芝居コンサートの中の1曲、ちょっとヒントを皆様に言っちゃいたいと思います。また引き上げ船が帰ってきたり、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。こういった楽曲もですね、ぜひですね、ご覧いただければなと思います。すごくすごく内容の詰まったギュッと入った2時間のコンサートでございます。ぜひ応援に駆けつけていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもすいません。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、まあ、今回の新曲のアンサコユタ、1曲目がアンサコユタ、2曲目が花火同士、3曲目がまぶたの母。このまぶたの母はですね、もうイベントでもほぼ毎回と言っていいほど歌わせていただいております。このまぶたの母、まあ今日は歌わないんですけれども、そう、いやだって毎回歌ってるので飽きちゃったかな。そうですか。あ、そうですね、じゃ最後に歌います。はい。お客様にそう、とてもね、ありがとうございます。歌わせていただきます。ありがとうございます。それでは予定を変更いたしまして、次はアンザコヨタのカップリングの花火増子という曲をお聴きいただきたいと思いますが、この花火増子はですね、ある人生に行き詰まった2人がある日、夏のこうバーンと打ち上げられた花火を見て、あ、もう一度人生をやり直してみようと花火に勇気をもらう、そんな2人が描かれたとっても素敵な楽曲となっております。そしてあのメロディーがですね、すごく素敵なんです。チャーララララララチャララン、チャカチャンチャンと、もう本当にあの呼吸のような、すごく素敵なメロディーがついてあります。ぜひこの歌もカラオケでとってもとっても歌いやすい楽曲だと思います。ぜひ覚えていただけたら嬉しいです。聴いてください。花火増子。カップリングの曲「花火増子」お聴きいただきました。それではどっちがいいですか。最後は新曲の方がいいですね。はい、ってことはもう選択肢は一つしかありません。皆様、先ほど拍手をいただきました。まぶたの母、まあ、このまぶたの母は、あ、うちでも大丈夫です。はい、まぶたの母はですね、私のファーストアルバム、美穂の演歌名曲集のアルバムの中にも、あ、
ありがとうございます。アルバムの中にも入っております。こちら、全部で12曲入っておりまして、カバー曲が8曲、オリジナル曲が4曲となっております。でもあの音源とは全く違います。今回この新曲の3番目に入っているんですけれどあれ今日すごい噛んじゃう、どうも失礼いたしました。この3曲目に入っているんですけれども、新しく録音をし直しまして、また全然アルバムとは違った感じの、はい、あ、それカラオケ入ってますか？あ、じゃあ、 あ、そうですね、じゃあ、はい、ありがとうございます。生放送ですので、こういったのもお楽しみいただければなと思いますけれども、このまぶたの母はですね、本当に私の、まあ、こうやって歌が大好きになったのも、まあ、小さい時から舞踊もしていたんですけれども、それは今は亡きおばあちゃんの影響で、3歳の頃から初舞台を踏ませていただいて、歌に踊りに、本当に小さい時から今まで大好きで、こうして舞台に立つこと本当に、嬉しく思っているんですけれども、そんなおばあちゃんが、よくまたたびの姿をしてですね、このまぶたのお母を歌ってたんですよ。おばあちゃんのお箱という曲も、おばあちゃんのお箱ということもあり、私はそのおばあちゃんが天国に旅立ってからずっと、おばあちゃんの気持ちを背負って歌い続けてまいりました。ということで、またこの新曲のアンサー恋歌の CD 3番目に入れていただいて、本当におばあちゃんも喜んでいると思います。ぜひ皆様、このまぶたの母も CD でお楽しみいただきたいと思います。今から歌います。聴いてください。まぶたの母です。新曲 CD 3曲目に入っておりますので、ぜひこちらの方もお聴きいただければと思います。さあ、皆様の応援のおかげで、今ですね、この新曲のアンサ恋歌が D プッシュに選ばれまして、まあ、D プッシュは何かと言いますと、第一交渉がプッシュする、第一交渉さんが強力にプッシュするしてくださるのがディープッシュですよね。そうですよね。間違いないですよね。はい、ありがとうございます。ということでですね、今ダムの、ま、機械にもよるんですけれども、ダム、カラオケダムでこのアンサー恋歌本人映像で配信されております。それだけではございません。よくカラオケボックスのお店に行きまして、演歌を続けて3曲歌いますと、ダムチャンネル演歌っていうですね、今 MC が三山ひろしさんに交代されたんですけれども、まだ、つぶきみゆさんが MC で、私も、そのダムチャンネル演歌に出させていただいておりますので、ぜひ、でもすぐは流れませんので、しっかりゆっくりじっくり待っていただきまして、そのダムチャンネル演歌もご覧いただければなと思います。本人映像ですので、ぜひ皆さんカラオケでも歌ってください。本当に歌ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは、その前にもう一つ、テレビの出演お知らせでございます。10月の5日にですね、NHKBS 新 BS 日本の歌、出演が決まりました。ありがとうございます。皆様の応援をお願いします。ありがとうございます。このいただいてもいいですか、その紙。ありがとうございます。お知らせまだいっぱいありますね。全部言っていいですか。すいません、気が暮れないから大丈夫です。すいません。今何の話BS BS、そのまだ
公開収録が10月の5日ですので、まあ、おそらくオンエアは10月中か11月頃かなと思います。また詳しくは私のホームページ、ブログをご確認いただければと思います。そして、じゃん、パク・ジュニョンさんとジョイントコンサートを開催させていただきます。つい先日初日はですね、和光の市民文化センターの方で、無事に初日を迎えまして、今度10月13日が船橋市民ホール、そして10月17日が千葉県東総文化会館、11月1日が千葉市民会館大ホールで開催いたしますので、ぜひこちら応援いただければと思います。そして何よりじゃじゃーん、私のバースデー10月の9日にですね、なんと初めての企画でございます。これ誰でもいいんですか？あ、そうですか初めての企画でございます。一寸先は夕まぐれ、江戸の真ん中おいばたりちゃかちゃ、皆さんもこの歌ご存知ですか？週刊シュート屋形船、屋形船の浅草屋形船とカラオケで遊ぶツアーが決定いたしました。ありがとうございます。こちらですね、10月の9日でございます。ツアーですよ。あの、皆さんと屋形船に乗って、屋形船の中で美味しいお食事をしまして、そこで私がまあ少し歌も歌わせていただくという感じでございます。皆様も歌っていただいていいと思いますので、ぜひですね、こちらお申し込みはこちらの電話番号が載っておりますので、できれば、ショートメールにてお願いいたしております。またこちら、あのチラシを特典会の時にあの置かせていただきますので、ぜひ皆様こちら10月9日、あ、枚数がないですか？あ、そうですか。じゃあ、あの、ご購入いただけましたら、ちょっとあのスタッフさんの方がですね、ちょっとお話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。終わり。お願いします。ありがとうございます。それでは皆様、今日は本当にお足元の悪い中、こんなに約1万人のお客様とお会いできまして光栄に思っております。これからも感謝の気持ち、そして初心を忘れずに、歩んでまいりますので、どうぞ皆様も体調だけにはくれぐれも気をつけていただきまして、元気でお会いできるのを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。だんだん、それでは最後にもう一曲、新曲をフルコーラスでお届けしたいと思います。アンサ恋歌、聴いてください。主人公の遊女がお客さんとして出会った、船乗りさん、下級船乗りさん、一番の歌詞に過去という水に
夫と書いて過去っていう水夫とも、ね、言う方もいらっしゃるんですけれども、過去ながらっていう、ね、主はしがない過去ながら肝は千両情けは万両、下級の船乗りだけれども、本当に情けに熱いそういった素敵な男性をこう恋しているという純愛な、気持ちを私今回主人公を演じさせていただいております。まあ、まずは歌い出しが白炎ってこの揺らすのがですねちょっとポイントとなっております。白炎すねスタッフの方がみんな首が揺れておりますけれどもそうなんです。もう首揺らしていただけたら声は揺れますのでですね、ぜひまあ気持ちよく楽しく歌っていただければと思います。アンサー恋歌応援よろしくお願いします。だんだーん